モノマネアーティストミラクルヒカル。おお。待ってました。宇多田だ。すげえ本物だ。宇多田。宇多田。待ってました。って思ったでしょ。どうしました。待ってましたって思ったでしょ。はい。待ってました。思った。続きまして。あれ。もうちょっと見たかった。もうちょっと見たかった。飛びっ子をもらった時の宇多田ヒカル。おお。おお。やば。おお。かっか。続きまして。似てるんだけどな。押し切り萌え。ワインを飲んだことがありません。ごめん、わかんない。続きまして、危ないデカの浅野敦子の漢字。漢字。おかえりなさい。以上です。ありがとうございました。いかがでしたか、ミラクルヒカルさんの。いや、もっと宇多田さんのものまねで、ね、もっと見たかったなっていうことで。ウィンズ、あ、大きくなったよね。大きくなった。あったことないですね。あったことないけど。あ、そうなんだ。ちょっと今世論を言ってみただけなんで。大きくなったじゃないかなっていう世論。ちょっとその宇多田ヒカルの感じで他のモノマネするのはちょっとハンデありすぎるよね。かなりね、そうじゃない方が助かるかもしれない、ね、どっちかというと、うん、宇多田ヒカルが邪魔をしてないかな。大丈夫、大丈夫かな。大丈夫ですよ。得してるよね、得してるよね。損はしてないかな、うん、全然してないです。そっくりなんですけれども、そんなね、あのミラクルヒカルさんなんですが、はい、実は宇多田ヒカルさんとか今やっていただいた押切萌えさん以外にもこんなにレパートリーが実はあるんですよ。オセロの中島さん、仲間由紀恵さんをはじめ、長澤まさみさん、工藤静香さんまで、いろんな方をモノマネできるということなんですけれども、僕アンパンマンやってもらいたいんですアンパンマン、アンパンマン、アンパンマンみたいですか。はい、かしこまりました。じゃあアンパンマンのモノマネをお願いします。こんにちは、僕アンパンマンだよ。アンパンマンがよくわかんないんだけど。アンパンマン、もうちょっと声高いですよ。そうだよね。もうちょっと声高いですよ。こんにちは、僕アンパンマンだ。高くしちゃった。変幻自在や。プロなんですから今調節しないでください。そういうのは楽屋とか。確かに。一言が意外とね、芸を伸ばす。今ここで成長してどうするの。だから様にする。もう本当にこれ全部見たいところなんですけれども、はい、なんですけれども、実はですね、はい、ミラクルさん、はい、本当は今日、うん、こちらのスタジオには別の理由でいらっしゃるんですよ、ね。私もギャオジョッキーさんなどですね、お世話になっておりまして、うん、まあ、今年入りまして、あ、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。すいません、ありがとうございます、はい。1月23日にですね、特にまあ誰も待望はしてないんですけど、CD の方を、はい、出させていただきまして、今回こちらの8曲ほど入っておりまして、モノマネもちょっと込みになっておりまして、あと歌がのオリジナルというシステムになっております。全部歌はオリジナルオリジナルの歌で、はい、だけども歌はちょっとモノマネ入ってたり、モノマネも、はい、モノマネがちょっとおしゃれな感じで喋りモノマネがそれほど入ってるから、アンパンマンも大好きなアンパンマン入っておりますので、大好き、まあ、それもこちら入っておりますので、なるほど、はい、よろしくお願いします。ミラクルさん、その下のストップっていうのは何なんですか。ストップ違法コピー、僕の曲とかこれ偶然、はい、偶然このポスターに入り込んでたんです。ちょっと切ない。そうですよね、切ない組み合わせになって、いやいやいや、ね、偶然のシステムなんです。そうですね、はい、コピーしてますもんね。なるほどね。ポップかかってないだけで、コピー、ね、コピーで飯食ってますからね。なんか偶然らしいんですけども、たまたま、ありがたい偶然。モノマネとコピーは違いますよね。そうです、そうです。コピーとモノマネは違います、違います。違いますよね、はい、愛情を持ってちゃんと、ね、演じてるわけです。人間ですんで、ね、ハートで、はい、ハートですんで真似してるんですもんね。はい、そうです。なんで俺がこんな必死なと思ってたの。すごいソロですね。初対面やな。そんなミラクルヒカルさんのニューアルバムというか、はい、ファーストアルバムですね、はい、デビューマックスシングル、デビューミニアルバムなんですか、うん、デビューミニアルバム。デビューミニアルバム失礼しました。デビューミニアルバムは1月23日リリースです。ありがとうございました。